3年間の訓練を終えた第104期訓練兵はついに卒業の日を迎えることとなった。心臓を捧げよ。はっ。本日をもって訓練兵を卒業する貴様らには3つの選択肢がある。壁の強化に努め各町を守る駐屯兵団、犠牲を覚悟して壁外の巨人領域に挑む調査兵団、そして王の下で民を統制秩序を守る憲兵団。無論憲兵団を希望できるのはこれから発表する成績上位者10名のみである。クリスタ・レンズ、サシャ・ブラウス、コニー・スプリンガー、マルコ・ボット、ジャン・キルシュタイン、エレン・イエーガー、アニ・レオンハート、ベルトルト・フーバー、ライナー・ブラウン、主席ミカサ・アッカーマン。やっとここまでたどり着いた。今度は俺たちが巨人を食い尽くしてやる。マルコ、これで一緒に憲兵団に行けるな。内地での安全で快適な暮らしが待ってるぜ。ああ、王の近くで仕事ができるなんて光栄だ。まだお利口さんをやってんのか。言えよ本音を。おいジャン、お前おかしいとは思わねえのか。巨人から遠ざかるために巨人殺しの技を磨くなんてよ。今さら何言ってんだ。これが現実なんだよ。俺のためにもこの愚策は維持されるべきだ。このクズ野郎。4年前の作戦で人口の2割以上失って答えは出たんだ。人類は巨人。勝てないと思うから諦めるのか。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。負けはしたが得た情報は確実に次の希望につながる。お前は何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄して内地に引きこもるのか。冗談だろ。ふっ、そんなに外に出たいなら一人で行けよ。死に急ぎやろうが。俺は巨人を駆逐して狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。今日も頑張ろう。死んだ仲間のためにも。感情に任せれば早死にする。やった。逃げな。
ださい。早く。ハンデス、子供たちを連れて逃げて。見くびってもらっちゃ困るぜ。確実に二人だけ助けるか、戦って全員助ける賭けに出るか。俺は。俺マリアが突破された。どうしてこんな目に。あいつらこの世から駆逐してやる。一匹残らず。死んだ仲間のために心臓を捧げる覚悟できて。おう、おい。